1970年10月23日に時速線 14.513km の世界記録を樹立したブルーフレームオペルロック2ロケット自動車ロケット推進の鉄道車両であるオペルサンダーロック3ロケット自動車あるいはロケットカーはロケットエンジンで推進される自動車であるロケットドラッグスターはロケット自動車を使用したドラッグレースで1 4マイルでの非公式の世界記録を保持している。ロケット車が公式の自動車の速度記録のトップにいたこともある。1970年にブルーフレームによって獲得され、1983年にジェットエンジン車に更新されるまでトップだった。その後の記録はいずれもジェットエンジン車によるものだが、時速1000マイルの達成を目標に2018年末現在で、 計画進行中のブラッドハウンド SSC は、ジェットの他に高速度域での加速に、ハイブリッドロケットエンジンを併用する。ロケット自動車は、ジェット自動車とは異なり、燃料と酸化剤の両方を車上に積み込むため、酸化剤タンクの体積と質量の分が不利だが、水力重量比と、ジェットエンジンの吸気口や圧縮機が不要である分が有利である。 エンジンの特性ゆえに短時間しか加速できないが、水力重量比がとても高いため、その大きな加速度によって容易に短時間で高速に達する。キティオニールは1977年に加酸化水素を使用したロケット自動車で1、4マイルを速度396マイルパーアワーで3.22秒で走行し、最高速度は412マイルパーアワーに達した。 これは、レシプロエンジン車を使用したドラッグレースの余興として行われたものだった。これとは異なる、化学反応を用いたロケット自動車として、アサンカチッソを使用するハイブリッドロケットによるイギリスのロケットドラッグスターの計画が進行中である。1、4マイルを自力で走行するために5年間に1万ポンド以上費やされたが、技術的にはまだ、 ドラッグスターの域には達していない。アメリカでのロケットドラッグスターは、加酸化水素が高価なことと加酸化水素のイベントでの安全上の問題により、高性能であるにもかかわらず下火になった。しかし、ヨーロッパではいくつかの計画が継続している。オペルロック、ロックロケット自動車。ありがとうございます。